VH-71 着陸試験中の VH-71VH-71 ケストレルとは、ゲンアグスタウェストランドが開発した A101 をベースとして、加えて、ロッキード・マーティンとベルヘリコプターが共同で開発した、アメリカ海兵隊のマリーンワン用ヘリコプターである。VH-3D 及び VH-60N プレジデントホークの後継とされていた。 旧称 US-101。2002年7月23日、アグスタ・ウェストランド社と、ロッキード・マーティン社が、中型ヘリの共同開発に関して10年間の契約に調印した。これは、アメリカ空軍、アメリカ沿岸警備隊、そしてアメリカ海兵隊のマリーンワンが向けに、共同開発機を売り込む目的があった。1961年から約50年が経とうと、 している現在でも、マリーンワンとして運用されている VH-3 であるが、老朽化と最新設備を搭載する容量がもはや限界に達していた。加えて UH-60 ブラックホークを改造した VH-60N も採用しているものの、輸送機への搭載が容易にできる代わりに、キャビンが非常に狭いといった欠点を持っていた。 そこで2003年12月、アメリカ国防総省が、次期大統領専用ヘリコプター計画を発表し、このトライアルに US、US-101 を提出した。ここで、ライバルとなったのは、シコルスキーエアクラフト社の H-92、スーパーホークであった。この H-92 のバックには、L、L-3 コミュニケーションズ、ノースロップグラマン。 GE やアビエーションなどの有力企業がついていた。しかし、要求されていた18人の利活 VC-25 Air Force o 並みの機器を積んで 640km の航続距離を飛行するという条件が課されており、H-92 では、ほぼ申請しなければ到底満たせない条件であった。加えて US、US-101 は3発エンジンだったことが決定だとなり、 2005年1月28日、US-101 がトライアルを勝ち抜き、VH-71 ケストレルの名称を与えられた。国会議員らによる、オバマ大統領への陳情書開発に関しては、オータム・ウィンター側が36%、ロッキード・マーティンが31%、ベルヘリコプターが27%と、他社6%で分配されることとなっていた。 2008年9月には初号機が初飛行テストに成功、2機が完成し、7機が完成間近の状態であった。ところが、攻撃格乱と対角兵器電磁波防御能力、さらにはキッチンの付与など、最終的に約1900項目もの開発要求が次々追加されていき、当初60億ドルだった。 開発予算総額が112億ドルと大幅に膨れ上がってしまい、1機4億ドルと F-22 ラプター約2.5機分はおろか、VC-25 エアフォースワにより価格が冒頭してしまったこと。2009年1月にアメリカ合衆国大統領がジョージ w ・ W ブッシュからバラク・オバマに交代、オバマ政権による予算削減のプランに入ってしまい、2009年6月には 開発契約を破棄され、事実上の計画打ち切りとなってしまった。実現していれば、2017年度までには27期編成の部隊が発足予定であった。今後、VH-71 用に積み立てられた予算は、VH3D、VH-60 の回収に充てられることとなった。これに対して、アメリカの非営利団体である。 政府の無駄に反対する市民がこれにことを唱え、老朽化したヘリを使用すべきではないし、予算を注ぎ込んだ計画を中止すべきではないとしている。2014年5月7日、アメリカ海軍は、シコルスキーエアクラフトの S-92 を次期大統領戦用ヘリコプターに決定したことを発表した。ベーカー、ピーター、 コストニアリーダブルスフォーマリーンワンフリート。ワシントンポスト、2008年3月17日。ちなみに時を同じくして、アメリカ空軍の戦闘捜索級難用、を、新型機として選定されかけていた HH、HH-47 も中止となっている、J-WINGS2014 年8月号。ありがとうございます。